もう僕も解きましたけど、はい、あれはエグかったですね。今回の通過で解いててちょっとイライラしました。思考力を問うんだったら思考する時間をくれ。結構理科は派手にやばいなと思ってる。まああとやっぱり話題になったら日本史満点潰しの問題はリーディングもリスニングもどちらも見られましたね。まあ、だからもう共通テストなんかどうせ事故るから気にすんなっていう風な風潮になっちゃうのか。で始まりました。アマチュアチャンネル。さあ今回はですね、受験界の大御所中森先生においでいただきました。はい、ハローゼア。はい、今回ですね、共通テスト行われましたので気持ちだね。はい、ぜひ今年も中森先生のちょっとご意見をお聞きしたいなと思うんですけども、はい、いや、まあやっぱり話題のね、一番中心だったのは数学かなとは思うんですけど、はい、ね、もう僕も解きましたけど、はい、あれはエグかったですね。はい、大変でした。やはり、うん、なんだろう、数学的に難しいっていうか、うん、そんなこと聞いてくんのみたいな感じだったんで、はい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 、いや別に解けなくはないよ確かにと、うん、だけど初見であの場で時間内にやれって言われたら、まあ、動揺するような普通に考えてる。なるほど。後で答え見て、あ、こうすればよかったのかって言われたら、まあ別に大してそれは難くないっちゃ難くないよという話だけど、まあ、正直理不尽に感じた人多かったんじゃないかな。なるほど、やはり理不尽に感じた、うん、まあ今中間発表出てるところですけども、すごいですよね。 39.8 平均がで 19.3 下がったという感じになってますけど、あと正直解いててあんま面白くなかったっていうのがあったかな。僕はただまだ自分の人生かかってないじゃないですか、受験の本番じゃないから、はいはい、そういう意味で言うと結構僕ってセンターとかの問題解くの好きなんですよ割と。あ、はいはいはい、俺たちも実際やっぱ英語解いてて楽しくないですか。そうですね、はい、面白いですね。今回の数学解いててちょっとイライラしました。マジか、こんなんやらされるのかみたいな感じになって、はいはいはい、正直もうちょいなんか同じこと聞くにしてももうちょい楽しくできなかったんかみたいなのは少しあったかなっていうのと、あと数学があまりにも目立ちすぎて、うんうん、あの話題になってるからあれですけど、結構理科は派手にやばいなと思ってるんですよ。なるほどなるほど、うんうん、まあ、平均点が大幅に下がった生物もなんですけど、はいはい、でもその生物よりも平均点が低い科学が存在するっていう、はい、そうですね。なんか意見来てました、はい、科学やばいのに取り上げられないよみたいな、うん、コメント来てました。科学は去年の時点で結構むずくて、はいはい、要は例外の地学を除けばですね、はい、地学はもう受験者がそもそも少なくて、ね、ワンチャンかけて平均点低いっていうのがあるからあれですけど、科学は、まあ、受験者が多分理科の中でもやっぱ多い方じゃないですか、はいはい、明らか物理科学は人気だとは思うんで、まあ、生物も文系受けるからっていうのがあるかもしれないですけど、今回やっぱ理科で5割を平均点切ってるのが、うんうん、生物基礎と科学と生物なんですよね、はいはい、科学はしかも去年の時点で低かったのにさらに下げてくるかみたいな、うん、そうですね、えぐいなっていう感じ、うんうんうん、まあ、理系全体もだいぶ下がりましたもんね、はい、57.8 点下がって523っていう風になってますからね。医学部志望の科学生物受験の人はえらいことになってるでしょうね。そうですね本当に、いや、ボーダーどうなるんですかね。いや、でもこれ本当に多分去年の数値をベースに出願考えると、はい、大体みんな E 判定出るんじゃないかなっていう。あ、なるほどなるほど、あるから正直もう特攻しちゃっていいんじゃないか派ですね、うん、割と僕は。なるほどなるほど、はい、みんなわけわかんないと思うんですよ、はいはい、周りがどんだけ取れてるかわかんないじゃないですか正直、はい、割と結構あの今回の強制の結果とかで僕結構嘘書いてる人間いっぱいいるだろうなと割と思って。なるほどなるほど、はいはいはい、はい、っていうのはその自己採点システムみたいなの結構今大手の横でやってるじゃないですか、はい、だから出願下げさせようと思って結構嘘書こうって割といるじゃないですか。ああ、なるほどなるほどなるほど、だから持って書いてる人結構いるだろうなっていう、うん、例年以上にいるんじゃないかなって。結構いっぱいいると思うんですよ、あれ。はい、点数正確に書いてないと、まあ、間違えてる人もいるし、うん、自慢したくて、はい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 、A 判定出したくて書いてるみたいな人もいると思うんですけど、結構ね、場外戦が繰り広げられてるんじゃないかなっていうのは結構心配ではあります、ね、なるほどなるほど、はい、場外戦。まああとやっぱり話題になったのは日本史ですかね、はい、そうですね、資料が増えましたもんね、うん、まあ、前回がまあ世界史日本史がほぼ平均点が同じぐらいだったのに対して、はい、まあ、今年まあ世界史と日本史で13点ですかね、はいはい、一応中間発表の時点だと差が開いてるんで、まあ、これだとねちょっと、まあ、不公平感はありますよ ね、社会全部むずいならいいけど、うん、日本史と世界史っていうある意味その二大巨頭のうち片方だけむずいってのはちょっとなみたいな。そうですね、で、まあ、20点ぐらい離れないと得点調整はない、まだ得点調整について発表されてないので、この動画撮ってる時はなんで、だいぶ日本史の人がクソみたいに言ってましたね。そうですね、ずるいみたいに言ってましたけど、まあ、あとは、ね、一番平均点が全科目の中で高かった倫理政治経済、はいはいはい、ですね、まあ、7割超えしてて、うん、なんかね、その理科社会とかの中で片や50点切ってるやつがあって、はい、片や70点超えって言われると、うん、ちょっとこれは不公平感感じちゃうよなっていうのはやっぱあるんで、やっぱその全部のね科目が
55から65ぐらいの平均点に収まってくれるとありがたいなと思いますよね。本当思いますよね、はい、いわゆる全く取り上げられないけれども、もう実は第二外国語みたいなやつは差がすごいんですけど、はい、まあ、そこは受験者があんまりいないので、はい、中国語だけネイティブいっぱい受けてて異様に平均が高いっていうそしたら中学生レベルの国語の試験みたいになったわけですねっていう、まあ、すごいドーピングされてる状況で受ける人たちいるんですけど、まあ、あそこはあったからといって英語の得点調整起こんないのでまあでも去年の時点で結構騒ぎになって、あと毎年騒ぎになってる英語と国語ですね、はい、この2つは割と今回ちゃんと対策したら正しく報われる形だったかなっていうのがあるんで、うんうん、だけどやっぱその満点は取りづらくはちょっとなってたかなとは思うんですよ、ね、そう思いますね、はい、この英語はそうですね、やっぱ満点潰しの問題はリーディングもリスニングもどちらも見られましたね。やはりかなりの高得点者の人でも引っかかってるのが目立ちました。満点取れると思ってた、満点取ったと思ってたっていう声が結構あって、ああそこに気づいてなかったんだなっていう、まあ、まあトイックと似てましたね。その点ではあの情報処理の問題で実はここ見てなきゃいけないみたいなとかっていうのはありましたね。だからまあ共通テストに関しては正直なんか受けたくなくなっちゃうのがもったいないなっていう、うん、正直僕自身もこれ見た時にいやこれは怖すぎるわって正直思って、はい、まあ、だからもう共通テストなんかどうせ事故るから気にすんなっていう風な風潮になっちゃうのかあるいはちゃんと対策すれば取れるって風潮になっちゃうのかは、まあ、今後の、ね、世論とか受験会がどう傾いていくのか分かんないですけど、少なくとも今回特にやっぱり数学に関してはなんか対策したところでじゃあこれどうすればよかったんだよっていうのを結構みんな困ってんじゃないかなっていうのはあるとは思ってて、あと面白かったのは国語で、はい、まあ、もっと下がるんじゃないかって言われてたんですけど、はい、そこまで下がらなかったんですよね。では意外とできる人はできてた。ただまあいわゆるパッセージが2つになったりとかしたりとか、はい、まあ、読む量が増えたっていうのでいろいろと意見は来てて、はい、でまあ、まあ古文がやっぱり相変わらず国語だけはもうマーチよりむずいんじゃないかっていうのはすごく言われ続けてはいてですね、面白かったですね。まあ、でもこの動画出てる頃にはもう坂上さんが解いてるんですけど、共通テストしかやってなかったんですけど、それで法政の現代文やったんですけど全然簡単だったって言ってましたもんね、共通テストより簡単だったそうですよね。地味に漢文がちょっと辛かったかなっていうのは、そうですね、なんか設問だいぶきつかったって言ってましたね。だからそういう意味で漢文は受けない人も結構いるんで被害が少なかったのかもしれないですね。そうですね、うん、あると思いますね。まあでも現代文に関しては結構思考問題の時点からその去年で結構傾向がセンターだったじゃねえかみたいなのがあって割と傾向自体は変わるかもね今年もって話もあったんで、そこは結構考えてた人も多かったんじゃないかなと思いますけどね。なるほど、なるほど、はい、そうですね、結構知識問題もそんなにまあ新形式であったにはせよそんなに難しいものではなかったですし、今年もいろんな話題を提供してくれました。そうですね、まあ、個人的意見を寄せてもらうと別に暗記とかその同じ形式の問題ばっか解いてれば点上がる試験じゃないようにしたいっていうのは全然いいとは思うんですけど、はい、ただ努力した人間が正しく報われる試験であってほしいなっていうのはちょっとやっぱり思うかな、うん、そうですね、まあ、平均点が50下回って40点、うん、あるいは今回の数学1面で30点台って言われちゃうと、はい、まあ、分かんないですけどね、最終結果40点超えるかもしれないんで、うん、でもこれで共通テストとかセンター試験だって言われても正直納得いかないよなっていうのはちょっと思っちゃいますよ ね、うん、なすね、はい、なんか実生活にもっと役立つようにって言ってたのに数 2B 歩いてるところにこうなんか自転車で行ったり来たり絶対ありえない状況が出てきたみたいなのとか、うん、サイン、コサイン、タンジェントの一覧表とかも絶対使わないだろうって、はいはいはい、ね、日常生活でそれをググる人間はまずいないだろうとは思うんで、はい、あとは思考力を問うんだったら思考する時間をくれっていう意見が多かったです ね、まあ、ですね、あの問題出すなら本当に120分ぐらいでがっつり考えさせてもいいんじゃないかなと思いますけどね、うん、本当に短時間で無理やり考えてねみたいになってるだろうっていう意見は多かったですね。頭パニックにさせておいてお前は考えが足りないって言われてもちょっと、うん、いやいやいやみたいな、ね、感じはしちゃいますよね。なんかこれから速読の練習する人とか出そうだなと思ってちょっと日本語を早く読んで早く理解できる力が必要だなとか、そういうのも出てくるんじゃないかなと思いましたけどね、まあ、ただね、思うのはこんだけ平均点が特に理系科目の中でも割と主要なところが事故ったってことを考えると、はい、みんな低いから、うん、その出願なんかに関してはちょっとやらかしたなと思った人もよっと勇気を出して出願してみてほしいなと思いますよね、うん、点を去年と比べるだけじゃなくてそういったことも考えて出願してほしいかなと思いますね。そうですね、平均点がこんだけになるってことはね、元から取れる人間は大して変わらないです結局、はいはい、最上位層は変わらないじゃないですか、うん、で元から取れない人も変わらないわけじゃないですか、だからこの平均点って中間層だけが控えている、うん、なるほどね、大半数学に関しては上位層もやらかしてる人も結構いるかなと思うんですけど、はい、だから平均点20点とか下がるってことは想像以上にみんな取れてないと思うんですよ、ね、だから大して差つかないです、おそらく、はいはいはい
でその辺のことをちゃんと意識してちょっとやってもらえればいいんじゃないかなと思います。はい、はい、ですね、はい、ということで今回は中部先生に2022年度の共通テストについて意見を聞きました。はい、ありがとうございました。ありがとうございました。